手持ちのツムすべて紹介し終わるまで終われません。続きましては塔の上のラプンツェルよりマキシマスちゃんやってまいりましょうね。横ライン上にツムを消すということで、ただねワンプレイコインを1700枚稼ごうという強烈なミッション、多分彼じゃできない気がする。うん、でも頑張るしかないよね。はい、やっていきましょう。でね、実はねちょっとショックなことがありまして、今これがパート100いくつかとかなんですけど、そっからね30分くらい動画撮ったんですよ。そしたらなんかね、何かがバグってたのか音声が一切取れてなくて、ただ無音でツムがただただ消えていくという恐ろしい現象が起こりまして、シュパーン、おお、かっこいい、え、馬なのに刃物が使える、ラプンツェル見たことないからわからないですよね。そういうキャラなんだ。知らなかった、知らなかった。まあ、それはいいとして。うん、そうそうそう。でね、音声が取れてなかったので、どこくらいまで行ったのかな、もう、たぶん130、140パートくらいまでの収録をし終えて、今、まさに、その3、40本分をね、やり直しているというところなんですよね。キャーって、そんじょそこらの、もうホラー映画よりも怖い。本当に。もう撮り直して、で特にそのディズニーのこのやつに関しては、その知ってるキャラと知ってないキャラとでの喋れるトークのその中身っていうのがめっちゃ変わってくるから、全然俺できてないっていうね。うん、塔のラプンツェルか、塔の上のラプンツェルかね、金髪可愛いけど、やっぱショートカットが僕は好きなんでね、長すぎる髪になかなかこうキュンと来ないっていう感じなんですよね。だって同じその女の子でもやっぱり髪をバサッと切ってきた時にすごいキュンキュンする瞬間っていうのがあるんで、僕はまあショートカットがめっちゃ好きですね。で、これ皆さんはどっち派ですかね。まあ、結構やっぱりなんか黒のロングが好きって男の子が多いような個人的な印象はありますけどね。うん、半分しか溜まってねえや。やべえな。しかもワンプレイでコイン100、1700ですからね。恐ろしい。はい。ということで、マキシマを忘れ。あれは何？ナイフ？それとも尻尾？まあ、斜めからズチャって切っていくつもりでございました。ではまた次回。